会社のパーティーにやってきたカレン。すると上司のミアが封筒の束を持ってきてこう言いました。この中には私が自分で用意した一等賞が入っているわ。商品はバリ島旅行の無料券。あ、でも大丈夫、残りの封筒にもスポンサーが用意した残念賞が入っているから。さてカレンがバリ島旅行を当てる手伝いをしてあげてください。少し口紅がついている封筒がありますね。ミアの口紅と同じ色。商品は彼女が自分で用意したと言っていましたから、一等賞はおそらくこの中でしょう。さあ、いよいよカレンがバリ島へ出発する日がやってきました。カレンが空港までのタクシーを呼ぶと、玄関にやってきたのは見た目がほぼ同じの3台。しかし彼女が安全に空港に行けるのはこの中の1台のタクシーだけです。それはどれでしょう。2台目はタイヤがパンクしています。3台目の運転手は狼男。手が爪に変化していますね。今夜は満月なので、そのうち全身が狼になってしまうことでしょう。というわけでカレンが選ぶべきは1台目のタクシーです。持ち込もうとした荷物が重すぎたカレン。カウンターへ行って超過料金を払わなくてはなりませんと思ったら、あれ、彼女のカード入れがなくなっているじゃありませんか。カレンはすぐさま近くにいた3人に尋ねました。どなたか私のピンクのカード入れを見ませんでしたか。すると清掃員はこう言いました。おら、今日財布の落とし物を2つ拾ったけど、姉ちゃんが言うようなものはなかったな。次にレジ打ちはこう言いました。私はお客様の対応をさせていただいておりましたので見ておりません。そしてもう一人別の旅行客はこう言いました。そいつはまずいな、急いでカード会社に連絡してカードを止めるんだ。カード入れを盗んだのは誰？答えは誰も。カレン、あなたのカード入れは帽子に挟まってますよ。そんなこんなで飛行機に乗り込んだカレン。すると乗務員が別のお客様との席替えをお願いしてきました。というわけでカレンは3つの席から1つを選ばなくてはなりません。一番良さそうな席はどれでしょう。この男性は足が長いですね。背もたれに足が当たるのでカレンは落ち着いて座っていられないかもしれません。2番目の席はエレガントな女性の隣。しかし彼女は別の客からお金をすっています。長時間のフライトで隣にいてほしいタイプじゃありません。3番目の席の隣の男性は一見すると吸血鬼に見えますが、ただそういう格好をしているだけ。窓際の席で太陽の光を浴びても平気そうです。彼の隣にしましょう。やっとバリの高級ホテルに到着したカレン。するとホテルの支配人がとびきりのバンガローを3つ用意して待ってくれていました。そのうちの1つを選びましょう。しかしここも安全なバンガローはたった一つ。カレンが選ぶ手伝いをしてあげてください。一つ目のバンガローには入り口の扉がありません。泥棒や蚊が中に入り放題です。また三つ目のバンガローのベッドの下にはサソリがいます。この中で一番安全なのは二つ目のバンガローでしょう。ビーチに着いたカレン、お金持ちを自称する3人の女性に出会いました。彼女たちはそれを証明する写真をそれぞれ持っています。しかしこの中の一人は偽物のお金持ち。それは誰でしょう。一人目の女性、彼女は電動歯ブラシのコマーシャルに出演しているだけ。この高級感は演出です。海辺を歩いていたカレン、おや、ビーチウェディングが行われていますね。新郎も新婦も思い思いの服を着てパーティーを楽しんでいます。では新郎新婦を見つけてください。ケーキを見てください。
ハリー&エイミーの文字がありますね。そしてエイミーという名の書かれたネックレスをかけているのがこちらの女性。彼女は鼻でできた輪っかを首から下げています。お揃いの輪をかけているのはあともう一人だけ。おそらくは彼が新郎でしょう。カレンは参列者の中に昔のクラスメイトのトムがいることに気づきました。彼は不思議な雰囲気の女性と話をしています。相手の女性はフードをかぶってカレンに背を向けています。そのため顔が全くわかりません。トムはその女性とその場を離れ、パーティー会場だったレストランの屋上に消えていきました。その日の夜遅く、同じ屋上にカレンが来てみると、おや、誰もいません。しかしその場を調べたカレンは、トムが確かにその女性とここにやってきた証拠を見つけてしまいました。それは何でしょう？フードの女性は金のスパンコールをつけたドレスを着ていました。それがここに落ちていたのです。カレンに気づいたトムはビーチ沿いの散歩に彼女を誘いました。しかしこのビーチ、おかしなところが4つありますね。見つけられますか？波の中になぜか人魚がいます。こちらの砂のお城は照明がついていますね。風を受けた木は左から右にかしいでいるのに、旗は逆向きにはためいています。そして極めつけは月。顔が怖すぎますね。翌朝、カレンは朝食のビュッフェに向かいました。スムージーをもらおうと思いましたが、中身がわかりません。そしてカレンはイチゴアレルギー。どのスムージーであれば割と安全に飲むことができるでしょう。色で見分けるのがポイントです。緑か黄色のスムージーであれば、イチゴの色が紛れ込んでいることはほぼありません。その他の色は気をつけた方がいいですね。この日、カレンはスパにやってきました。すると店のマネージャーは彼女に15分待つように言いました。カレンは待合室に座り、そこで居眠りを始めてしまいました。しばらくしてから目を覚ますと、いつの間にか誰かがハート型のタトゥーを彼女に入れていました。カレンは怪しそうな3人の相手を問いただしました。客として来ていたボビーはこう言いました。姉ちゃん、俺はたった今バイクでここに来たばかりだ。そんなクレイジーな彫師がいたらすぐ教えてやるよ。レアはこう言いました。私はかれこれ30分もバスルームの清掃をしていたわ。セラピストのトニーはこう言いました。すみませんが、別のお客様の対応をしておりましたので何も見ておりません。嘘つきは誰？ボビー、彼のバイクはパンクしていました。またそもそもカレンが建物に入るときにはもうすでにバイクは止まっていましたね。幸いタトゥーはすぐに落ちるものだったので、セラピストが取ってくれました。しかしその作業の料金として5ドルが必要でした。カレンはハッピーアワーの最中にスパにやってきたため 45% 引きでサービスを受けられます。そのため1時間のマッサージに彼女が支払った料金は12ドル。またペリキュアも7ドルでしてもらいました。そしてカレンはスパを後にするとき50ドル札を拾いました。結局カレンの所持金はいくら減ったことになるでしょう。計算できますか？カレンが使ったお金は全部で24ドル。拾った50ドル札は偽札だったのでノーカウントです。カレンは衣服を3姉妹が経営するクリーニングに出しました。5時間経って彼女が服を引き取りに戻ると、なんとお気に入りのドレスがアイロンで黒焦げになっていました。怒ったカレンは3人を問いただすことに。ミアはこう言いました。私今日はアイロン担当じゃなかったからピアのせいでしょ。ピアはこう言いました。いやいや、私は一日中庭にバラを植えていたから。ジアなんじゃないの？ジアはこう言いました。私は今日ずっと留守にしていたから全然わかんないんだよね。カレンのドレスを焦がしたのは誰？
やったのはピア。さっき出てきた庭、バラが一本も植えられてないじゃありませんか。ホテルの部屋に戻ったカレン。すると部屋の花瓶に大きな花束が飾ってありました。メッセージを見ると、あなたのファンより愛を込めてとあります。カレンはフロントに連絡をし、さらに情報を集めました。尋ねるカレンに支配人はこう言いました。ホテルの男性のお客様が花を注文されております。しかしお客様のお名前までは明かせません。この時ホテルに泊まっていた男性客は3人だけ。ハンス、ジェイクス、そしてウィル。ビーチにいた3人を見つけたカレンでしたが、すぐにそのファンの正体が誰か分かりました。皆さんは分かりますか？カレンがもらったのはピンクのユリ。ハンスのシャツはピンクのユリ柄ですが、彼がたまたまこの花が好きなだけということもありえます。ウィルの指には結婚指輪でできた日焼け跡が。妻がサーフィンする姿を撮影中です。一方、砂に文字を書いているジェイクス。その字はあのメッセージの字にとってもよく似ていますね。おそらくファンは彼でしょう。カレンはジェイクスと散歩に行くことにしました。やがて2人は3隻の船が泊まる鳩場にたどり着きました。ジェイクスはそこでこう言いました。僕の船がどれか分かったら、それを君にプレゼントしよう。さあ、ジェイクスの船は一体どれでしょう。2隻目の船には誰かが寝ていますね。とはいえ、彼が持ち主と決まったわけじゃありません。3隻目のボートはジェイクスと名付けられていますが、そもそもこの名前は珍しいものではありません。もう少しよく見てみましょう。ハンガーにかかる赤いパンツ。この色はジェイクスが着ているジャケットとぴったり合うものですね。ジェイクスの船はきっとこの船に違いありません。